戸田国を8月11日から2003年7月8日は日本の作曲家。本名は戸田聖国。東京府本郷の東大病院で生まれ、六本木で育つ。祖父は尾崎三郎。義理のおじに尾崎幸雄がいる。父親は、いわゆる高等優民だったが、1927年の金融恐慌で没落した。 東京府青山市藩学校付属小学校から東京高等学校門科をつるいを経て東京帝国大学法学部政治学科を卒業。東大オーケストラ部の仲間に重田裕二がいた。1938年に外務省に入る。ドイツ赴任中にカラヤンやフルトベングラーの演奏に接す,する。中ソ連日本大使館勤務の後、 独祖戦の劇化に伴い1941年に帰国して諸井サブローに作曲を指示した。その間にピアノ競奏曲がコンクールに入選している。1944年、サイゴンに赴任。プノンペンで終戦を迎えた後、フランス軍によって抑留され、3年間をサイゴンにて送る。その間にルネ・レイボビッツの著書、シェーンベルクとその学派に、 入野義郎によって翻訳されたを読み、ピアノのための前奏曲と風画を作る。この曲は未完に終わったが、日本人が十二音技法を初めて用いた作品だとされている。帰国後外務省に戻るとともに、この本を柴田奈美やイリノヨに紹介した。彼らが十二音技法の第一人者としてみなされるようになったのは、戸田の功績である。しかしながら、彼自身は、 オペラ、アケミまでこの技法を封印する。その間、都庁の公共局が第1回小高賞に選ばれた。1950年代からは舞台作品や声楽局に力を注いでおり、5曲のバレエのほか、オペラ、アケミ、キャラ物語、オラトリオ神秘劇、首都、パウロ、カンタータ、ケサト森と、語り物、高瀬船などが生まれている。1964年に、 外務省を退職してからは、東方学園大学や専属学園大学で教鞭を取った、妹の戸田敏子は、アルト歌手で、東京芸術大学名誉教授、柴田奈美男の最初の妻、戸田邦を、ありがとうございます。